福助さん、アンケートありがとうございます。なんと、福助さんがナンバーワンですね。一番最初にアンケートに答えていただきましたんで、ナンバーワン賞として特別に今回ね、あの、プレゼントさせていただこうかなと思います。<laughs> はい。ま、あの、なんだ、えー、まあ、豊かな生活をしたいっていうことなんですけど、福助さんにとって豊かって何ですか 福助さんにとって豊かとは何なんでしょうかお金があれば豊かになるんでしょうかまあ、この豊かの定義づけをした方がいいと思いますね。うん。豊かの定義づけっていう。なんかね、日本人って結構オブラードに包んじゃうんで、まあ、た、た、例えばこれが欲しい、終了みたいな。<laughs> これが欲しい。じゃあこれいくらやねじゃあこれいくらだからこれ、これぐらい稼がないといけないっていう、すごくシンプルな構造にした方がいいと思います。だからそれを、まあ、夢、夢を叶えるというね。夢とかも、まあ僕もドリームアカデミアってやってるんですけど、<laughs> まあそれいいとこであり、悪いとこでもあるんですよ。ぼんやりしちゃうじゃないですか。だからこれを手に入れる。こうしたい。ここに住みたい。それを明確にして、明確にすると、値札がついてますから、大抵のものは。うん。 なんで、その、値札がついてるものに関しては、お金を稼げば手に入れられます。全部です。でも逆に言うと、その世界では値札がついてないものもあります。例えば、うーん、恋愛の感情、初恋の感情に、ね、値段をつけられるかっていうと、いくらお金を1兆円払っても、じゃあ、初恋の恋心がこう芽生えるかっていうと、無理じゃないですか。これは値段で買えないもの。だ値札がついてないものと、値札がついてるものがあると。 で値札がついてるものの豊かさに関しては金稼げばいくらでも手に入れられるんでだって値札がついてるわけですから買えるんですよで買えないものもあるとで両方あるよとじゃあこの両方をどれぐらいの割合で手に入れていくのかっていうことが大事ですね生きていく上ででこのお金なんでかっていうとお金を稼いで手に入れて豊かっていう ことが100%だったら、これね、永遠に終わんないんですよ。まあ僕、いろんな人見てきましたけど、例えば、じゃあこれを手に入れて幸せになりました。でもね、その幸せっていうのは一時なんですよ。飽き人間って飽きるんで。じゃあまた今度、あの人がこんなの買ってるからこれ。で、それ手に入れるじゃないですか。で、それ一瞬の豊かさ、一瞬の幸せなんですよ。で、結局、じゃあまた他を見てね、あの人はこんなの買ってる。じゃあそれ。もう もう無限像にずっと続くんですよ、このラットレースみたいなのは。だからここのお金じゃ手に入れない豊かさ、お金じゃ手に入らない幸せとお金で手に入れる幸せのこのハイブリッドでしっかりとこうやるっていうのが僕はいいと思いますけどね。うん、そう。だからなんだろうな、いくらお金を持ってても全然幸せそうじゃない人もいるんで、実際。これもう世の中に5万と言いますよ。 うん、だそれが、まあ、日本語の言葉で言うならばお金以外の部分のやりがいだったりとか仕事に対しての思いだったりとか,だから僕はそのネットビジネスやってますけどもお金を稼ぐっていう側面でやってる部分もあるしお客さんに喜んでもらえるという側面もあるしだってこのプレゼント企画もそうじゃないですかプレゼントしてるんですよお金になってないんですよ今現状としては1円にもお金になってないですよね でこの動画を送ったところでも一円にもなってないわけじゃないですか。だけど何でできるのかっていうと違う側面の僕の喜び幸せがある豊かさがそこにあるってことですね。だからギブすることによってそのゆ自分が豊かになっていくというのは、まあ、ちょっと難しいフレーズなんですけどこれがねまあしっかり勉強して、まあ、あの多分今現状としては まあ収益が少ないから豊かじゃないという考え方だったりとかそういうステージにいると思うんでまあ実際金稼いでステージ上げていけばいいんでそういうのはそれは今現状としてお金がなかったらそれをいくら僕がこういうことをね言ったとしても僕のステージとうー違うわけですから理解できないしよくわかんないだろうしだからまず金稼いでいろんな勉強していろんな体験してステージ上げれば僕が言っていることもなんとなく分かってくるだろうし。 うん、でもお金稼ぐっていうのは稼いだら稼げるんで <laughs>、すげえシンプルですよ。だから難しいところはここなんですよ。ビジョンとか志とか、あの、仕事に対しての何とかっていうのは、ここは難しいです。それはおのの変わってくるだろうし、で、その、それを発見できるか見つけられるのかっていうところも、いろいろ、それ人それぞれ違ってくるんでね。うん。でもそれを見つけられないと、まあ最終的に、 あのお金かい稼いでも、いくら稼いでも豊かな人生は送れないですね。うん。ラットレースをし続けるんで。まあ、マウスみたいな感じですねあの。ネズミみたいにずっと走り続けないといけないんで。まあ、それが楽しいんだったらいいんですけどね。また逆に言うと。<laughs> うん。まあ、でも、あの、オーバーヒートしますよ。はい。それだと。うん まあ、とりあえず、あの、コピーに関しては、まあ、ずっと永遠に使えるもののスキルですから、しっかり勉強してね、しっかりやっていただいて、まあ、金稼いでください。金は稼げますから、やれば。誰でもです。これはもう、平等に誰でも稼げます。やればいいだけなんで。コピーも書けばうまくなります。ある一定までは。だから僕が、そのある一定っていうのは月収100万っていうレベルですよ。これが月収1億とかね。 月収10億とか100億のレベルではなく月収100万のステージであるならばやるべきことをしっかりやってスキルがあれば全員行きます全員です漏れなくですただし人それぞれ個々の使える時間だったりとかそもそも持ってるスペック能力っていうのは違うのでそこの月収100万まで行くまでの過程プロセスっていうのは人それぞれ違いますただある一定の量をやれば 習得すれば行きます。間違いないです。これもう言い切りますけど、うん。で、こんなことを言うとね、どういう話が来るかっていうと、いや、本当にそうなんですかみたいなね、本当にそうなんですかみたいな来るんですけど、まあ大体そういうふうに本当にそうなんですかって来る人は、まあ一定の量やってないですからね、これはもう、これ事実です。うん なんか42.195キロって本当に走れるんですかって。いや、走れるでしょ、走れば。<laughs> だって、24時間テレビね、今年も8月をや,やるのかな、マラソン。だって、みんな走ってますよ。まあ、もちろん時間内でゴールできる人、芸人さんもいればゴールできない人もいるけれども、走りきってるじゃないですか、大体は。ね。だから、走れるんですよ。うん。 だ走ったことがない人が走れるんですかって言ってるだけなんで、単純に。走れます。うん、はい。まあ、あとは走り切るか走り切らないかは、福助さん次第でございますね。はい、僕は走り切ります。も、ま、う、あ、さっさとお金稼ぎは終わらしたいんで、うん、なんか、ね、障害賃金、普通に働いても障害賃金が1億から3億って言われてるわけじゃないですか。まあ、僕は5億ってゴール決めてるんですけど、まあ、42.195キロ走り切る。 まあお金稼ぎだったら5億を稼ぎ切って終わらせるっていうまあそしたらもうお金稼ぐっていうことじゃなくてもう,もう全くそれゼロでもいいわけじゃないですかだか生涯で稼ぐお金がまあ1億から3億でみんな生計を立ててるわけですから5億あったらまあ生涯絶対なんとかなるでしょうっていう僕のこの計算なんですけど、うん、じゃあ5億をどの時点で稼ぐのかって話ですよね 60歳まで定年まで30年40年働いて1、2億個を稼ぎに行くのかそれともその前の段階で稼ぎ終えちゃうのかそれは自由じゃないですかで自由じゃないですか別にうんだから僕はもうそのできるだけ前に、えー、終わらしちゃうってことですねうんでも発信は続けますけどね多分ねうんそれは何でかっていうと違うそのお金以外の部分でも僕は動,動けてるのでそうお金がなくなったらここで動けばいいんで お金稼ぐことがなくなったとしても、こっちで動けるし、こでもそっちが生きがいになってる部分もある,あるし、うん。まあいろいろと申し上げましたけど、まあプレゼント生かしていただいて、しっかりやってください。はい。アンケートありがとうございました。